本殿鳥取東照宮は鳥取県鳥取市にある神社。江戸時代の創建より稲葉東照宮と称され、明治7年から平成23年までは大千谷神社と称されていた。祭神は主神として東照大権現を祀り、拝神として池田忠次、忠尾、三中、慶徳を合詞する。本殿、拝殿、平殿、唐門の四棟の建造物は、 国の重要文化財に指定されている。鳥取藩書大藩主、池田光中によって造営された。光中はわずか3歳で藩主となり、慶安元年12月に藩主となって16年目にして、初のお国入りを果たした。この際、藩主としての威厳を示すため、幕府に願い出て、鳥取城下への東照宮官人を許可された。光中の父、忠雄の聖母は、徳川家康の次女。 徳姫で、三中自身は、家康の彦となる。三中が曽祖,祖父、家康を追母しての東照宮肝人でもあり、かつては、豊臣系大名のオスとして知られた池田氏が幕府への、教順の意を示すための肝心でもあった。慶安3年に、稲葉東照宮が完成した。明治7年3月、大内谷神社に改称、池田忠次、忠尾、三中を講師。 同時に県斜に列格する。さらに、明治11年最後の藩主、慶徳を合祀する。平成23年10月、本来の名称が稲葉東照宮であったとの理由から、鳥取東照宮に改称した。神社参道の大内谷公園神社参道は、大内谷公園となっており、市民の憩いの場となっている。鳥居前には、鳥取市歴史博物館、山彦館がある。 また、山道脇の池などは、市街地では珍しいホタルの名所となっている。ありがとうございます。